ま俺紹介するよ、うん、助産師さん免許取ったら、うん、もうなんやろな、こうね、だって普通病院はさ、こんなでっかいライトバーンついてて、でこう分娩台上がってさ、でそらヒーヒーフーとか言いながらこう生まれてくるわけやけど、でも生まれた瞬間に子供たちって多分眩しいと思いながら深く目を閉じる。でも僕が本当に大好きなその産婦人科さんはね、ほんと薄暗い分娩室で、で元来人間っていうのは大体ホラー穴の中とかで出産をね、もう天敵から身を守ることが前提で出産して、で薄暗いところで生まれるから赤ちゃんっていうのはね、早く目を開けて早くお母さんを自分の目で見たいっていうふうに、そんなこう本能のスイッチがもう子供たちは生まれた瞬間からバシバシスイッチが入るはずなのに、あんな明るいライトの不自然な中でね、産むのは子供にとってあんま良くないんだとか、でとか、あとはまあ考え出産って言って、なんかへその緒も切らんうちからもう生まれたてすぐ沐浴とか ね、しないで、あの体を覆ってるお母さんの体液とか血液は本当に免疫の塊やから、そんなすぐに洗い流すもんじゃないって、でへその緒ついたまんまもう生まれたらすぐお母さんの中の上うつ伏せになってね、そうすると生まれたての赤ちゃんが、僕もたくさん映像で見せてもらったけど、生まれたての赤ちゃんが目も見えないけれど、この鼻の嗅覚を頼って全ての赤ちゃんがこうにじり歩くというか、そのものの10センチの生まれたての赤ちゃんが自分のおっぱいめがけて進んで生きていこうとしている姿を見て、お母さんたち号泣するのね。そして命に代えてもこの子を私は守るんだっていう覚悟も、あの10センチのこうにじり寄ってくる赤ちゃんの一人旅を見てね、お母さんたちがその子供に思いを強く抱くが、それが家族の絆を作っていく根本だからっていう、本当そういう考え方の産婦人科病院なんよ。ほんま素敵や。だってあそこの助産師さんとかほとんどみんなそこで出産した人たちばっかりや、うん、でその助産師の娘さんたちもみんな助産師目指してる。で自分もあんなに楽しそうなお母さんみたいな助産師に私もなりたいって言って、そんな病院でね、うん、なんでこう効率よくっていうものだけじゃなしに、本当にその出産という一つのドラマをね、なんかでまたおせっかいでね、なんかもう3歳4歳5歳の頃は幼児教育でこういうことをお父さんお母さんが知っておくと子どもの役に立つようなっていう勉強会も生まれた後も続くし、12歳になると院長先生がこういろんな志を立てるっていうのはこういうことなんだっていう勉強会やったりで、18がもう最後なんやけど、18歳の年に僕毎年その病院を呼んでもらって、18歳になったらみんなここの病院で生まれた子どもたちは中村文明に出会ってほしい、で18から後の人生をどんな風に生きるのかっていうことを考えたら気づきを得る、これが院長先生がね取り上げた以上を最後の最後にしてしまう僕のおせっかいなんだって言ってね、あんな僕先生おらんと思う世の中に。